にちは。今日はね、横浜 F マリノスの一平篠塚です。本当は、このセレモニーのオファーをもらったときに、最初は承諾したんですけど、この前選手とか、監督と、その前でスピーチをするときに、ちょっと号泣してしまいまして、で、ファンの前でもちょっと号泣したら嫌だなと思って一回ちょっとキャンセルしたんですけど、やっぱり最後の手締めで押して、2年間やっぱりお世話になったし、あったかく見守ってもらったので、やることを決断しました。大宮ルビュー戦に完全移籍ということになりましたが、今シーズンは思うように出場機会もなかったですし、それは一選手として、もっと成長したいなと思い、寂しいですが、こういう決断になりました。で、この前の天皇杯で、最後点決めれて、最後に出れたら、本当にチームのために本当に戦いたかったので、それプラスやっぱり点を決めれて、2年間いて、自分の点で勝てた試合が覚えなかったので、本当に最後の最後でやって、勝てたってことは本当に幸せです。いろいろ思い出すこともありますが、悲しいですけど、楽しみな部分もあるので、僕がどれだけやれるか、もっと成長して、また J1 にアルディジョを上げて、また J1 の舞台でできたら、マリノスとできたら嬉しいです。